んこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、姉さんです。ということでね、姉さんがお送りするワンピース海賊無双4前回の続きからやっていきたいと思います。はい、今回から、何だったっけ、トレジャーログ。そうそう、トレジャーログでマリモとグルマユ何すんの参加できる。よし、やるか。余裕ちゃん。いや、結構ね、他のキャラも使えるんですよ。はい、じゃあ私エースで、エースじゃねえ、サボで。エース使える。エースも使える。へえ。鍛えてないけど。まあまあ、初戦のステージだからね。俺とやる気か。あ、ほんと。揉めてるらしいよ。あらたした。ステージとしてはそんな感じだね。あ、ビフォークはね。一時がいるよ。いや、一時がいるて。いや、強え。ビフォークは。いや、こっち一時だって。ちょっとマルコ出てきてるよ。ちょっとちょっと、なんだお前、どれどれ感じ強え。分かったから。いやいや、お前ぐらいに革命軍止めれると思うんじゃねえよ。バザリはちょっと OK。 じゃあ俺反対側行くね。残念だったな。そっち任すよ。そっちからちゃんと攻めていってよ。キャロットが来たよ。まあ、ルフィも出てきてる。それ枝じゃないの？ルフィをぶっ飛ばして守れだって。ままならぬこともあるか。ちょっと何この雑魚。マルコがいるわ、こっち。強くなったな、ルフィ。なんか。許しません。マジで。リーダーが出てきた。マルコ。まず迷子。ま、地図見て。ゾロが迷子になってる。ああ、ゾロは迷子になるのか、いいや。だって、ね、よっしゃ。あ、サンジいるわ。じゃあ、しばく。私にはディアブルチャンブルなんて聞かない。炎だから。あ、やめて。危険。はい、はい、終わった。いい仲間じゃねえか。ルフィの兄として弟を頼む。弟を頼む。なんであいつが参戦してくんの。え、味方ででしょ。青表示なんで、なんかリーダーが出たっぽいんだけど、リーダーどこだ。リーダーそこか。うわ、ルフィ対ルフィか。強くなったな、ルフィ。この方角に幸運が待っているよ。あともうちょっと、あともうちょっと。下倒した。リーダー見つけた。終わった。戦術した。まだこの奥に誰いる。よく見たら。マルコ、キャロット。お前雑魚だから大丈夫。タシギがあ、しびれてる。あ、ダメ、行った。枝とキャロットうぜ。枝、キャロットやった。どっか行ったんやこれ。マルコ戦ってよ、もうちょっと。あ、終わった。タシギもやった。
ャロットまだ生きてるじゃん。いって。ありがてねえ。はい、終わった。こんなとこから行ったら悔しい。何やってんの、どこ迷子なってんの。あ、ここか。俺たちの手でな。上出来よ。違う、なんで反対回ってきてって言ったの。俺と同じ方から来んの。通られへんかった。通れるわ。目的のために消えてもらう。ええ。ホーキンスとマルコ。おお、マルコいるよ。よくわからん。悔しいが、では手に負えん。ちょっとマルコ、なんで吹っ飛ばすの。助かった。ええ。あ、めっちゃええやん。はい。これでまたこの世代の名が上がってしまうな。そうね。また出てきたじゃん。俺の足引っ張んじゃねえぞ。よりによって何でこいつら。せいぜい俺の邪魔はするなよ、何も。どういう会話だよ。まず倒そう。なんなの。蹴りをつけよう。はい、危険。どこやどこや。はい、終わった。あと3うん。くったらしい野郎だぜ。当たるかな。いつまでかかってんの。倒した。違うのを最後締めてたわ。俺たちに勝てると思ったのか。なんだこの雑魚。じゃあこれ。へえ。じゃあ。はい。当然でしょう。ホーキンスレベル上がったで。いらねえよ。なんでだからそっち側なの。ホーキンスの回復と。メダルもろたで。あ、まあ今回でも22枚取れたからいいや。な、自分のやつね。で、あとこのだから金のコックの ああいうのが集まっていくと。へー。じゃないと技を覚えれないっていう。あ、今回短い。いや、まあ前回長かったんでね。プラマイゼロや。いやいや。で、こうやって1個ずつ、外れていく。で、この S 取った数とかによって、解放されるキャラがいたりとか、これだ。あれか、ハンコックの蛇か。うん。で、その中に私が探してるメダルも出てくるはずと。ないで。だから、まあ、多分次の回図だと思う。これだ。わかんない。ベラミで出てる。うん、どうでもいいよ。マージェスト。雑魚だよ。推奨レベル1だからこんなの。余裕。はい、ということでね、まあ今回この辺で締めていただいて。はい、では今回の動画少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あとですね、ゼニがやってます。アンチャーデッド。で、私の方がやっております。ファイナルファンタジー7並びに。ドラゴンボール Z カカロットで、私とゼニが
時あの不定期で開催しておりますデーモンズゲリラライブの方もねぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。